キム・ウンビョンさんといえば、2020年3月6日の第43回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞に選ばれました。韓国では子役時代から多くの作品に出演し、演技力が高いとの評判です。そんなキム・ウンビョンさんは女性タレントの妹綾子さんに似てると話題です。では、どれくらい似てるのかを比較画像で見ていきましょう。また、整形や熱愛彼氏についても調査します。牧師、キム・ウンビョンは妹と似てる。キム・ウンビョンは整形はしてる。キム・ウンビョンの熱愛彼氏や好きなタイプは？キム・ウンビョンのウィキプロフィール&経歴。キム・ウンビョンのウィキプロフィール。キム・ウンビョンの経歴、まとめ。キム・ウンビョンは妹と似てる。キム・ウンビョンさんは韓国では子役時代から多くの作品に出演し、人気女優の一人です。妹・綾子さんは、珍獣ハンターとしてバラエティ番組、イッテ Q で、数々の無理難題な企画に挑戦する人気女性タレントの一人です。二人は生まれた国も年齢も違いますが、似てると話題です。では、なるべく同じような角度、同じような髪型になるように。比較画像を作ってみました。キム・ウンビョン妹似てる。同じショートカットの画像、顔の角度もほとんど同じ。確かに、顔のパーツは似てるような気がします。キム・ウンビョン妹似てる。対象の方向に向いていますが、髪型は2人とも縛っています。2020年現在のキム・ウンビョンさんは26歳、妹・綾子さんは34歳。8歳も年齢が離れていますが、似ていますね。キム・ウンビョン妹似てる。これも同じような髪型。キム・ウンビョンさんは大人っぽいゆえの老け顔なので、妹・綾子さんとより似ているのでしょうね。キム・ウンビョン妹似てる。妹・綾子さんの奇跡な一枚とも言えるのでしょうか。この2枚で比較すると、そこまで似ていないですね。キム・ウンビョン妹似てる。この2枚の画像もそっくりまではいきませんが、全体的な雰囲気が似ています。キム・ウンビョンは整形はしてる。韓国といえば整形のイメージがあります。キム・ウンビョンさんは整形しているかについても調査しました。キム・ウンビョンさんは2004年の時に子役デビューしています。その子役時代の画像が超可愛いです。キム・ウンビョン妹似てる。目がまん丸と大きく、鼻も高いですね。キム・ウンビョン妹似てる。こちらはキム・ウンビョンさんの卒アル写真。まだ幼いので中学の卒アルでしょうか。キム・ウンビョンの学歴、ソウル彦北小学校、江南区釜山道、釜山中学校、釜山道、釜山高等学校、アックジョンドン。キム・ウンビョン妹似てる。こちらは2008年のドラマ、太陽の女に出演したキム・ウンビョンさん。こちらは2011年の映画、サニー・エーエンの仲間たちに出演したキム・ウンビョンさん。3分40秒あたりから抜群の演技力を発揮しています。子供の頃から可愛いので、整形はしていないですね。キム・ウンビョンの熱愛彼氏や好きなタイプは？キム・ウンビョン妹似てる。キム・ウンビョンさんは2016年、インタビューを通じて今まで恋愛したことがないと伝えました。2016年2月26日に放送された韓国の番組 MBCFM4U ペチョルスの音楽キャンプにゲスト出演した際の出来事です。キム・ウンビョンさんに22歳、まだ恋愛経験ゼロと聞いたが本当なのかという質問がありました。キム・ウンビョンはそうだと答えました。当時のキム・ウンビョンさんは仕事熱心で、恋愛にはあまり興味がなかったそうです。ラジオ番組では恋愛について、恋愛をしてみたいという気はする。
私は人生を楽しみながら、独身で生きたいという思いが強かった。しかし、演技をしながら恋愛ということは一度してみないといけないと思った。と話しました。シム・ウンギョンさんは自身の好きなタイプについて、よくわからないという。強いて言うなら、美少年のような人がタイプだそうです。シム・ウンギョンのウィキプロフィール&経歴。シム・ウンギョンのウィキプロフィール。シム・ウンギョン妹に出る。名前、シム・ウンギョン、シメアングヨン、ヒーオン系。誕生日、1994年5月31日。出身、韓国、エバラドー高陵市。身長、160.5cm。血液型、B 型。職業、女優、タレント。所属、ユマニテ事務所。シム・ウンギョンの経歴、出演した主な映画作品は、サニー永遠の中間たち、怪しい彼女、新聞記者、です。デビューは2003年のチャングムの誓いで、幼い宮女の一人を演じました。公式デビューとしているのは、2004年の結婚したい女と多目アンジューコンです。数多くのドラマや映画の出演実績があり、韓国ドラマの序盤の数話で書かれる主人公やヒロインの幼少期役を演じていました。ドラマ、ファン・ジニでは主人公ファン・ジニの幼少期役を演じ、その後、韓国芸能誌などで子役スターと称されるなど韓国の人気子役となった。シム・ウンギョン妹に出る。また、日本でも NHK の韓国ドラマシリーズで、春のワルツ、太陽詩人記、ファン・ジニと3本立て続けに登場している。2014年に主演した韓国映画、怪しい彼女が観客動員数860万人を超えるヒットとなりました。2017年4月、日本の芸能事務所ユマニテとマネジメント契約を締結。2019年4月から5月にかけて舞台、良い子はみんなご褒美がもらえる、にサーシャ役で出演し、日本の舞台初出演を果たしました。2019年6月、主演映画、新聞記者が公開。シム・ウンギョン妹に出る。2020年10月にはドラマ、7人の秘書に出演するので、演技が楽しみですね。